で、こちら。政権が政治空白を作っていると言っても過言ではない。野党が国会法、改正安定室、政府与党を牽制という風な野党の関連の記事が出てきていて、こちら。アサリ調査職員に体当たり、容疑で水産業男を逮捕、熊本という風なすごい記事も出てきていますね。で、こちら。大型の対空監視レーダー、フィリピンに輸出へ。 防衛装備の完成品として初というふうなことが出てきていてこちらですねフィリピンへ移出の防空レーダー1機の製造完了というふうな記事を紹介されているんですが江崎道夫さんが2020年にフィリピンとの間で計4基分総額約1億ドル約144億,億円144億円の契約が成立している南シナ海と台湾を考えるとこのレーダーが果たす役割は大きいと解説しておられます 次にこちら、フィリピンがオンラインカジノ175社営業停止、四国人社員送還へというふうなロイター記事を紹介されて、違法行為で営業停止、働いていた約4万人の四国人従業員を強制送還。我が国ニ政府はこの当然の措置を取れるかというふうにおっしゃっていますね。で、こちら、長渕剛さんが北海道ツアーでいたこの土地を外国人に売らないでほしいというふうな発言の動画を紹介されて、 鈴木北海道知事が夕張市長時代に夕張の財産だったスキー場を含む複数の不動産を何の実績もない四国の怪しいペーパー会社にただ同然で売り払い、挙げくその会社に5倍以上の価格で転売されるありさまだからねというふうに言われていました。めちゃくちゃですね。で、こちら、四国がガス田開発継続東中井政府が抗議というふうな記事が出てきていまして、こちら、東中井ガス電施設から炎、 外務省が四国に抗議っていう記事を紹介されて吉田さんが、また電話で遺憾だだけですか。税金返してくださいというふうにおっしゃっていますね。本当に、ねえ、抗議しないんですかね。いや、抗議してるんですが、もうそれだけの抗議なんですかね。うん、続きまして、こちら。平井浩二さんですが、羽生、羽生結弦さんの記事を紹介されています。羽生さんの日本と四国がよりお互いが理解し合ってより交流が増えるように、そのきっかけになれたらいいなと思っています。発言は残念。 羽生さんには、ウイグルやチベットで行われている民族浄化や人権侵害にも目を向け、言うべきことは言ってほしいというふうにおっしゃっていますね。で、琉球新報なんですが、日中不再選、市民団体が訴え、辺野古ゲート前に横断幕というふうな、あ琉球新報の記事がまた出てきていますね。で、こちら、アビルさんですが、産後を大切にしない新聞、かつては日本会議が、現在は旧統一が、 自民党が何かに操られていることにしないと納得しないというふうに解説してられますね。で、こちら。ここから北朝鮮ミサイル関連になります。岸田首相、北朝鮮のミサイル発射を受け、強く非難するというふうにおっしゃったようです。NSA、国家安全保障会議を開催し、情報の集約分析に努めたいとも述べたようですね。核実験全段階と伝えるミサイル発射に警告報道というふうに言われていたり、 こちら、北朝鮮がミサイル発射。9月25日から5回、異例のペースでの軍事挑発続くというふうに言われています。こちら、4600キロの飛行、飛行距離は過去最長と防衛省というふうなことが言われていて。こちら、今回の北朝鮮のミサイルの飛行距離は4600キロを超えたそうだ。グアムは優に超えて次の段階でハワイを狙えるもの。 四国と組まれたら打つ手がなくなるというふうに言われていますこちらアメリカ国務省長公館ですね北朝鮮ミサイルで義務を果たさない中路を批判というふうなことも言われています北朝鮮から発射されたミサイルは発射後およそ20分間4000キロ以上飛行し日本列島の東3000キロ余りの海域に落下ネットの反応これ本土に落ちてたら日本を反撃するにやっぱり遺憾法で終わるんというふうなことが 弱腰岸田にの,の声、北、今年36発、過去最多、渓国大統領断固たる対応、渓谷、松野氏、制裁はの質問に、関係国と連携し、うんぬん、浜田氏、最も強い方言で抗議した、というふうに言われています。最も強い方言で、というふうに言われていますね。 で、MI2 さんですが、今そこにある危機、ミサイルが飛んできて建物の中、または地下に避難してくださいとか、着弾したら建物の中では意味ないし、国民保護ポータルの避難施設一覧表を見ると、地下施設はないに等しい。統一協会ネタもいいですが、想定内の議論だけじゃなくて、タブー視しない想定外の議論も活発にしてほしいというふうにおっしゃっていて、自衛隊完全に追尾、北朝鮮のミサイル発射で自衛隊による 破壊措置命令は実施したのかの質問に松野官房長官自衛隊が発射直後から落下まで完全に探知追尾をしており落下によって被害が想定されなかったことから自衛隊による破壊措置は実施はしなかったというふうに言われていますどんどん行きますこちら共産関係の方日本共産党関連の方が J アラート戦争を呼び込む政策を進めながら こうして不安を煽り、軍備増強が必要だという世論を強めようとしているのだなと思うというふうに発信されていたようですね。これ、すでに消されているようです。で、C ・カズオ委員長が、北朝鮮による弾道ミサイル発射は、国連安保理決議に反し、地域の平和と安定に逆行する暴挙であり、強く非難し抗議する。北朝鮮の軍事的 挑発のエスカレートを抑えるための国際社会の強調した外交的対応が急務だというふうなツイートを紹介されて、いろんな方がいろんなことをおっしゃっているので紹介させてください。憲法9条があるのに北朝鮮のミサイルが日本上空に飛んできたんですけど、まだ誤剣をやるんでしょうかと。で、石木正さんですが、いじめ子というのは相手が反撃しないと見ると傘にかかってやりたい放題になります。そうなってからでは相手も引くに引けず、双方が大ダメージをこむりかねません。早めの適度な反撃が必要ですというふうにおっしゃっていってあり、 こちら、アビルさんは、あ、こちらは C さんへの言葉ではなかったですね。こちらは C さんへの言葉です。アビルさんですが、お得意の憲法9条を掲げた外交努力でさっさと解決して見せてくださいよ。お願いします。というふうにおっしゃっていて。またこちら、飯山明里さんですが、憲法9条があれば日本の安全はも守られるのではなかったのか。北朝鮮の軍事的挑発のエスカレート、まあ先ほどのこの発言を紹介されて、 具体的に何か分かっているならば、なぜそれを実践しないのか、そんなもの不可能だから今の事態になっているのに、今更何を言っているのかというふうに疑問を呈しておられますね。で、カラタさんもおっしゃっています。シーカー,ゾー委員長が北朝鮮の弾道ミサイル発射に今このようなことをおっしゃっているよと紹介されています。あれ憲法9条があれば大丈夫のはずでは、無報告への外交的対応ってどうするのというふうに <laughs> 質問されていますね。なんて答えるんでしょうかね。 で、こちら、村本さんですが、北朝鮮のミサイル発射に政治家の努力不足、飛ばさせない交流してこなかったというふうに、ツイッターでおっしゃったようですね。で、こちら、カルタさんが、ナザレンコ・アンドリーさんのツイートを紹介しておられます。ナザレンコ氏が挙げる日本の現状、元総理が真っ昼間にテロリストに暗殺される国、敵国の ICBM が空を飛んでいる国、自国民が敵国に拉致される国、すべての隣国と領土問題を抱える国、 毎日のように、領海侵犯と領空侵犯される国。敵国は全部核兵器保有国である国。日本の平和ボケはいつ改まるのかというふうにおっしゃっています。本当にそうですね。で、アミさんですが、シーからミサイル撃ち込まれ、今週は北朝鮮からミサイル撃ち込まれまくって、とうとう頭の良いミサイルが飛んでいったのに、国会では統一協会が問題のようです。この国の野党メディア突っ込まれている与党も、 うましかなのかなとおっしゃっていますね。本当にそうですね。白川さんです。四国に続いて北朝鮮にまでミサイルをし攻撃されたのに、国会で統一協会をやるつもりの政治家はみんないらない。次落ちろというふうにおっしゃっていますね。こちら。北ミサイルで廃止外相。在日米軍が安保に貢献。沖縄知事に理解求めるというふうなことを言われていたり。こちら。 明白かつ深刻な脅威、林会社をブリンケン国務長官と電話協議というふうに言われています。で、先ほども申しましたように、岸田省が NSA 開催、北ミサイル発射、強く非難するというふうに言われていまして、EZ 外に東北地方を通過して、日本の太平洋側の排他的経済水域 EZ 外に落下したことを受け、官邸で 国家安全保障会議 NSA を開くことを明らかにしたというふうに言われていますが、四国が EZ9 に着弾させたときは NSA をひら NSC をですね、NSC を開かなかったですよね。こちら、小野寺いつのりさんも NSC を開催、今まさに対応を協議中ですというふうに、えーまあ、議論しているということを紹介されますね。 哲也さんですが、岸田総理が備中である証拠。C 国という言葉を出すなと口止め。蔡英文総統らトップに国葬儀に来ないよう要請。国葬儀後、迎賓館から台湾を排除。台湾の地震にお見舞いと支援の言葉なし。EZ にミサイル打ち込まれても NSC を開かずというふうに言われています。ね C 国にミサイル打ち込まれても NSC 開かなかったのに、北朝鮮の場合は開くんですよね。 こちら、佐藤正史さんですが、打たせないための抑止力強化、すなわち反撃能力の早急な整備が必要。放棄だけでは止まらない。北朝鮮ミサイル発射。もし、福井県の上空通過したら想定される事態。発射警報から通過までわずか4分から6分。日米間の外相協議や国連安保理での議論も大事だが、抑止力上反撃能力は必須だというふうにおっしゃっています。えー、本当にその通りですね。 で、こちら、ここから自民党関連になります。所信表明演説を読む限り、岸田総首相の政策は全う、安倍さんに近づいてきたとすら言える。だから、マスコミも岸田さんに容赦しなくなった。もちろん批判は OK だが、適当な思い込みで足を踏ん張るのをや,めやめたい。批判はせめて、所信表明くらいは読んでからというふうにおっしゃっていますね。で、こちら、会見阻止のための森掛桜がうまくいったことで、共産党やマスコミは明らかに増長している。五輪は、す、 しのいだのだから、統一協会も同様にすべき。いや、霊感商法対策にすればいいんであって、なんでわざわざ自民叩きの土俵に乗るかな。五輪藩をしのいだのは菅首相の手腕。アンタッチャブルだった日本学術会議にメスを入れたのも岸え菅首相。しつこいけど変える必要などなかった。統一協会問題ごときで混乱するのが岸田首相の手腕というふうにおっしゃっています。こちら。岸田は普通なら交代だという田原総一郎と。 いう風な紹介をされているんですが、面白いことを言います。という風に言われていますね。で、哲也さんが朝浅田生の動画を紹介されています。特に最近の田原総一郎氏は相手の意見には耳を傾けず、ろくに明確な根拠を示さないまま違う。何も分かっていないなどと感情的なあ。むき出し感情をむき出しにして、自分の意見を通そうとすることが多くなったように思う。このやり方で建設的な議論ができるのだろうかという風うに疑問を提呈しておられますね。 で、こちら、岸田首相初心表明演説、新時代リアリズム外交、対中政策、主張すべきは主張というふうにおっしゃっていますね。新時代リアリズム外交、相変わらずなんか、すごい、すごい名前ですよね。で、こちら、語る力も重視、自民幹部が総理に注文というふうな内容が出てきています。岸田首相が、 岸田政権が補足して1年を迎え、自民党の世耕参院幹事長は4日、岸田総理は聞く力を中心に国民の声をしっかり聞いて政策に取り組んでいると評価した上で、ここから少し語る力も重視していただきたいと注文をつけましたというふうに言われています。で、こちら、岸田氏、秘書官に長男を正式起用。松野氏、人格、執権を踏まえた適材適所。ネットは批判殺到。派、公私混同。国民が岸田家で苦しんでいるのに家族優遇。 職権乱用というふうなことが出てきていますね。はい。過去にもこういう秘書官に家族を入れるっていうのはあったかもしれませんが、ね、今このタイミングでっていうことが批判を上がっているようですね。で、こちら、岸田首相、長男が首相秘書官に 人事活性化と連携強化のためというふうなことが言われています。首相官邸内の人事の活性化と岸田事務所との連携強化のためだと説明しているというふうに言われています。で、靴沢良司さんですが、岸田内閣、首相秘書官に総理長男を採用し、ワイドショーの格好のネタ提供。縁故採用内閣、政治の私物化と叩かれまくること間違いなし。 私立下落のこの局面でこの悪手、総理の空気の読めなさは異常。ひょっとしてもしかして、もしかしたら、総理は馬鹿なのではというふうに、えー、動画を投稿しておられますね。で、こちら、岸えー、島田佑さんですが、何かと高知会の思い入れをアピールする岸田氏だから、我々の世代は河野洋平氏、加藤光一氏、宮沢貴一氏に代表される、慎重美中 自虐外交のイメージしかない。彼が愛着を口にするたびに、雑巾で顔を撫でられた思いがするのは私だけではないだろうというふうにおっしゃっていますね。すごい表現ですね。雑巾で顔を撫でられた思いって。すごいですよね。こちら。小川栄太郎さんですが、臨時国会のあるべき姿。統一協会問題について岸田総理は検討中で押し通すべき。国葬儀については岸田総理は非常に意義ある個人のお見送りができた以上で押し通すべき。安倍氏暗殺のし 真相究明と要人警護についての質問が主とならねばおかしい。もう一つの柱は台湾有事と安保3文書、同時に景気対策、コロナ脱却。まあそうはならんでしょうね。国会、論壇マスコミで肝心な議論がほとんどできない。腐り切っている。安倍氏には最後の日々、前進主義では日本はもう立ち行かないと会うたびに申し上げてきた。その安倍氏が不在となれば、なおさらだというふうにおっしゃっています。 で、こちら、哲也さんですが、カルダさんがまずこちらの動画を投稿しておられます。四国の意向を受けた林外相が国葬儀の後、迎賓館の弔意の挨拶の場から台湾を除外するために何をやったか文化人法則で解説。台湾を除外するために何重の策を講じた林外相。こんなひどいことまでやるのかと、ただチェック。そんなに四国のために働きたければ、早く北京に行きなさいというふうに紹介しておられまして、哲也さんが 愛称し,しまさし、これほど露骨に美中反対の姿勢を貫く外省も珍しい。台湾有事には尖閣も差し出すのだろうか。そしてこんな人物を外省に据えている岸田総理も同じ穴の無事なと言われても仕方がないだろうというふうにおっしゃっています。ぜひこちらの動画もご覧いただけたらと思いますね。で、こちら、高市さな氏。サイバー政策と経済安保一体で確保というふうに言われています。高市大臣は 社会インフラの脆弱な監視システムに関する日本経済新聞の調査に書面で質問に回答した。サイバーセキュリティ政策と安保、あ経済安保の一体的な確保に向けた取り組みを進めていくと明らかにしたというふうに言われています。ね、いろんな、ことになっていますが、高橋さんにはですね、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思いますね。皆さんどう思われますでしょうかぜひ皆様のご意見などコメント欄でいただけたら幸いでございます。 というわけで、ここから先はプレミアメンバーシップレベル2の皆様に向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくいの情報も扱いたいと思っております。続きは動画概要欄からご視聴ください。いばんしょまここまでです。ありがとうございました。というわけで、これもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日も22時から長尾さん、石田さんの Twitter 探偵団、今日から10分延長で22時45分までの配信となっております。ぜひ、そちらもアーカイブご覧いただけたらと思います。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。 精神最後はやっぱり屋敷動画で終わりたいと思います本日はこちらビーバーは子供を両手で抱えて持ち運ぶという事実これは知らなかったというふうに言われています見てみましょうはいというわけでいかがでしょうかなんか人間みたいですねまるで人間あーちゃんをこう両手で持って運んでるようだなって思ってちょっと可愛かったです 今日も色々ありましたが、癒されながら眠っていただけたらな、というふうに思います。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた